春光の街中日記。さあ、ここからは春光の街中日記のコーナーです。12月、今月からこのコーナー正式レギュラーとなりましたということで、このコーナーは街中の情報を弁天通り大蓮寺の副住職蓮池春光プレゼンツのコーナーとなっています。ということで、今日もスタジオには蓮池春光さんお招きしています。春光さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。春光です。はい、今日から春光さんレギュラーですけど、緊張します。はいよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、春光さん、はい、今日のテーマは何ですか？はいはい、明日、12月3日の土曜日に、行われます、弁天和瀬について、話したいと思います。弁天和瀬って、よく聞くんですけど、弁天和瀬って、どんなんですか？はい、ですね。街中の商店街の一番北にアーケードがある、これが、私たちの弁天通りという商店街なんですけども、はい、まあ、100年続く老舗商店から今年オープンしたお店まで30店舗ぐらいございます。はい、その真ん中に、ちょっと私のお寺なんですけど、大蓮寺というお寺がございまして、弁財天が祀られています。この弁財天というのは、前橋城の初代城主の酒井重隆公が祀ったもので、その縁日が毎月3日です。その3日に合わせて、商店街の皆様と、またたくさんの人たちが、出店を出して、手作りのお祭りをするのが、弁天和瀬です。なるほど。はい、この弁天和瀬って、いつ頃から始まったんですか？はい、平成16年の9月に始まりまして、今回で88回目になります。商店街の各店舗が売り出しをしたり、ものづくりの作家さんが作品を販売したり、新鮮野菜を直売をしたり、美味しい食べ物がいっぱい出たり、三門前で歌や踊りのライブがあったりします。はい。うん、その弁天和瀬なんですが、12月3日に行われるんですよね。はい、土曜日、毎月3日。はい。そうですよね。はい、で、日曜日、この番組実は再放送がありまして、再放送をお聞きの方はごめんなさいなんですが、毎月3日やっているということなので、はい、来月もやりますからね、はい、ぜひ、楽しみにしていただきたいなと再放送の方は思うんですが、はい、今回の12月3日の弁天和瀬の内容、詳しく教えていただけますか？はい、今月はですね、まあ、寒くなってきました。三門の前で、はい、大鍋で、こう、あったかいキノコ汁を作りまして、うん、温まってもらおうというふうに思っています。その他はまあ、毎月と同じなんですけれども、弁天和瀬というと、まあ、有名というかね、なのが、やっぱ新鮮野菜、野菜、が有名で、というのも、はい、弁天和瀬の前身に広瀬川値上げ市っていうのがありまして、そこから数えますとね、もう170回目、15年ぐらいになるんですよ。ですから、こう、弁天和瀬に来る人は出足がすごく早いです。で、前橋の新鮮野菜で、JA の産直友愛館さんとか、北部のアジサイさん、春川の特売所さんという、前橋の地場野菜の売るところから、まあ、個人農家、あるいは、新潟の農家の方もいらっしゃいます。その他にも、もう、弁天ライブ、三門でライブがございます。はい。で、これは、プロデューサーの弁天村さんに聞きましたところ、シンガーソングライターの小暮哲郎さんが、前橋市の旧町名メグリエーターというのを作ったということで、ぜひこれ宣伝してくれというふうに言っておりましたけれども、でまあ、その他にも、まあ、ジークさんとか、ウクレレ七夫人さんとか、あるいはもう、飛び入りでもね、地元の人が出られるような、ライブですので、はい、ぜひですね、来ていただきたいなというふうに思います。なるほど。その他にも、もうそうですね、手作り作家さんが、まあ、陶器とか、アクセサリーを、売ったりいたしますし、何もやっぱり美味しいものがいっぱいございます。うん、で、梅田のバナナさん、もう前橋のですね、バナナ専門店があります。美味しいバナナを売ったり、ね、バナナジュース、はいはい、あるいはバナナを使ったベーグルなんかを売ってます。で、餅屋さんっていうのが、すごく美味しいお惣菜とお弁当を出します。ここのですね、鶏ソースカツ丼が僕が大好きですね。他にも、すみれ工房さんのおまんじゅうとか、はい、僕、ここの、稲荷寿司が大好きですね。
あと、玉村豆腐さん、美味しい豆腐を出すんですけれども。食べたことあります、それは。はいはい。はい、それが、ちょっとこの前話した時ですね。もう、ここの豆乳がすごく濃厚で、すごい濃厚なんですけれども、はい、できればあったかいの豆乳持ってきたいねっていうふうな言ってましたんで、はい、出してください。わかりました。それと、一押し。一押しが中央通りのね、はい、カフェなごみ坂さんっていう、坂の途中にあるカフェが、はい、いつも弁天割って、限定で卵の太巻きというのを作っておりまして、はい、お願いして作っていただいて、持ってきました。はい。道理で今日、俊子さんいい匂いがすると思った。はい、はいこのね、ボリュームたっぷり。私のね、はい、鼻は結構効くんですよ、はいはいはい。美味しいものにはね、目がないって言いますけどね、私は匂いでわかりますからね。いい匂い。これちょっと説明してもらってもいいですか？このボリューム、これは大きい。はい。見ないと分かんないと思うけど、これ、海苔の、普通だったら太巻きって外側が海苔になってるじゃないですか。はい。でも、それが、卵に。で、卵焼きで巻いてあるんですね。なるほど。はい。はい、じゃあ、せっかくなので1個、はい、いただきます。はい、じゃあ、私、手で食べちゃおうかな。はい、どうぞ。はい。具材はね、はい、ちくわ、人参、きゅうり、かんぴょう、ごぼう、でんぶ、海苔。の7種類が基本なんですが、うん、季節の野菜がね、春だったらタケノコとか、うん、今のだったらセリとか、そういうのが入ったりして、うん楽しめるようになってます。すごい卵ふわふわですね。もうね、ほんと美味しいでしょ、うん、うん。卵ふわふわだし、野菜ごぼうとか人参とかが歯ごたえがサクサクしてるし、うん、これ美味しい。で、私ちょっと酢飯って結構苦手だったりするんですけど、これお味もすごいあっさりしてて、はいあの、お醤油とかつけなくても、はい、このまま美味しくいただけますね。うん、もう、このカフェ、なごみ坂さんというのは、はい、本当に、栄養士さんが、うん調理してる、ちょっと高齢者向けの、はいお店ですので、すごく優しい、体にいい味になってます。なるほど。はい、これなんか、俊子さんが紹介して、一押しって言うだけあって、ちょっと俊子さん絵に描いたような優しいお味ですね。はい、そうでしょはい。アドリブ弱いでしょ、俊子さん、実は。ちょっとね、こうやって今週から。緊張してます。はい。俊子さんをチクチクいじめつつ、このコーナーをお送りしていきたいなと思っておりますので。そういう人ばっかりなんですけれども。はい。ぜひですね、12月3日、明日になりますが、弁天ワッセ開催となりますので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。はい、そして先ほども言いましたが、毎月3日行われているということで、俊子さんもちろん、来月の1月3日、お正月の三が日ですが、行われますよね。はい、もちろん行われます、はい。特に正月ですので、正月の餅つき、栄養を行いまして、はいうん、甘酒を振る舞ったりいたします。また、同時開催として、弁天通りのお茶の大七さんで、新春初笑い、大七寄せも、はい合わせて行われますので、ぜひ楽しみに弁天通りまで来ていただければと思います。はい。本当にいろんなお店が参加していて、そしていろんなものが売っていて、はい、そしてこう買う人、そして売る人が、はい、こう、混じってね、交流の輪がどん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 広がっていくといいですよね。はい、そうなればと、本当に手作りのお祭りですけれども、来ていただければ、その温かさがわかると思います。はい。ということで今日、俊子さんには、明日12月3日土曜日に開催の弁天ワッセご紹介いただきました。ね、俊子の街中日記ではですね、各週でお送りしていくということで、次回は12月16日の俊子さんご登場となりますので、はい、また俊子さんの俊子だけに旬な情報を皆さんにお届けできればと思っていますよね。はい、よろしくお願いします。そんな寒い顔しないでくださいよ。いやいや、ちょっとアドリブ弱いと言われたんで、わざと弱くしてみました。はい。なので、ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。俊子さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。俊子の街中日記のコーナーでした。